田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表衆議院議員の私田中康夫です。皆さんご存知のようにですね、鳩山由紀夫首相の所信表明演説を受けて予算委員会が3日間にわたって行われました。なぜか予算委員会はですね、最初の2日間はテレビで NHK テレビが中継をする、3日目は流さないという形で、あるいはその他の委員会は、まあ、インターネット上では見ることができますが、地上波であったりは見れない。しかも予算委員会というのは本来、財政金融委員会というのも、ありますけれども、予算全体を話をするということなのですが、まあ、予算に関係のない話も出てきたりもします。今回はですね、私、3日間委員席に座って聞いている中で、加藤、皆様ご存知のように光一さんという自由民主党の方がいます。この方がですね、鳩山由紀夫氏に質問したものは、私はなかなか白眉であったなというふうに思っております。どういう点かというとですね、あなたは、首相になると、そして首班指名を受けると、こういう頃は極めて寡黙になって、表情もですね、非常に険しいというのではなくキリリとしていたと。まさにこれはリーダーというものが孤独の決断をしていく時であって、私も今まで数多の例えば大平正芳さんをはじめとする人たちを見てきたけれども、その孤独に打ち勝っていくんだと。しかし残念ながらここのところは、あなたには言われたくないと言ってしまったり、少しいささか饒舌なのではないかと。それはリーダーという孤独な決断を人々のためにしていくものとしてどうなのかというような質問がありました。まあ、これに対して鳩山氏はまた、本人のですね、真摯な姿勢で答えてはいましたけれども、まさに政治というもののみならずですね、経済においてもですね、リーダーというのは孤独な決断をしていきます。まあ、事業仕分けというようなことが行われていますが、ある意味では私はこの事業仕分けというものはですね、予算や人事というものを司ってきた、これは企業であってもトップリーダー、あるいはどんなに小さな村であってもトップリーダー、こういった人たちがですね、予算の在り方というものを検討するということこそが望ましいのではないかと思います。繰り返し申し上げてきていますけども、これをやめますとかですね、これを削りますというだけでは人々は疑心暗鬼になってしまいます。明日の我々の生活は、今日の我々、私たちの食いぶちはどうなるのだと思う人に対して、このような形で形というものありはではなく、あり方というものを変えるのだということをきちんと示すときが大転換期においては必要なのではなかろうかというふうに思っています。脱ダム宣言は脱無駄宣言と繰り返し申し上げてきたことは、ダムが、を作る作らないではありません。そして先般今本博武と訪れた二豚にダム、ビラトリダムに関しては前回もお話をしましたが、なんとこの二豚にダムはですね、100年間でたまるであろうというふうに国土交通省が推察していた砂のなんと2倍、つまり200年分がわずか10年間でたまってしまった。そしてダム湖の一番上までこのままのスピードで行くと、あとどんなにですね、優しく見積もっても15年経つとダム湖がいっぱいになってしまって、ということはダムでなくですね、断崖絶壁のようになって、その後は水がジャー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 下流域の家の方に押し寄せてくるという構造になってしまう。にもかかわらず、このダム湖は今後は砂の溜まり具合が緩やかになるだろうと言っているので、浚渫ということを200年分がわずか10年で溜まってしまったのにしていない。なんでしてないんだっていう話かもしれませんが、なんでしてないのかというと、予算には観光目設という項目があるように、予算に浚渫と過小整理というものがきちんとした項目立てとして出来上がっていないからなんですね。こうしたところの在り方を変えるということが大きな大転換であろうかと思います。その意味で言うと、加藤光一氏の話、あるいはその他の自由民主党の方々の質問の中には、もちろん失笑せざるを得ないものもありましたが、意外とですね、傾聴に値するべきものもあったと私は思っております。その意味では切磋琢磨をする、同時に与党の側も質問をする、そしてそれを受けて立つという形が本来の議会政治という前のですね、民主主義という前の、あるいは人間なのではないかという気がしております。